おはようございます。これより会議を開きます。令和2年度決算ほか2件、令和3年度決算ほか2件、および令和4年度決算ほか2件を議題といたします。これより全般的審査を行います。この際お諮りいたします。各件審査のため本日参考人として日本銀行理事加藤健君の出席を求め意見を聴取し、また政府参考人として内閣官房内閣審議官須藤昭雄君、内閣官房行政改革推進本部事務局次長柴田智樹君、内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官吉田晃平君、内閣府大臣官房長原弘明君、内閣府政策統括官高橋健二君、金融庁総合政策局長由布元之君、消費者庁審議官上田博信君、デジタル庁統括官楠木正則君、財務省主席局長青木孝則君、文部科学省初等中等教育局長矢野和彦君、文部科学省研究開発局長千原義之君、厚生労働省医政局長浅沼和成君、厚生労働省健康生活衛生局長大坪博子君、厚生労働省老健局長狭間隆一郎君、厚生労働省政策統括官鹿沼仁君、経済産業省大臣官房審議官浦田秀幸君、経済産業省大臣官房審議官西村秀隆君、経済産業省商務情報政策局長野原聡君、経済産業省電力ガス取引監視等委員会事務局長新川達也君、資源エネルギー庁長官官房資源エネルギー政策統括調整官山田仁君、資源エネルギー庁電力ガス事業部長久米隆君、国土交通省大臣官房公共交通政策審議官石原大君、国土交通省国土政策局長黒田正義君、国土交通省住宅局長石坂聡君、環境省大臣官房環境保健部長上野田正弘君、環境省水大気循環局長土井健太郎君、および防衛装備庁技術戦略部長松本恭介君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。質疑の申し出がありますので順次これを許します。西野大輔君。はい、西野君。皆様おはようございます。熊本に選出自由民主党の西野大輔でございます。今日決算行政委員会での初めての質問となります。メンバーでないにもかかわらず、質問させていただいたことを感謝申し上げたいと思いますし、準備にご協力いただいた皆さん方にも感謝申し上げたいと思います。初めて質問させていただきますので、衆議院規則において決算行政監視委員会というものがどういったものを所管しているのかということをまず確認させていただきました。もちろん決算、国庫債務負担行為、さらには国有財産に関すること、そしてまた会計検査院の検査結果に関することということを入っておりましたけれども、それに加えて総務省の政策評価に関することということも加わっておりました。ですので、私の理解では予算、決算が適切に使われているのか、国の財産、フロー、ストックも含めてこういったものが適切に使われているのかということのみならず、それに加えて国の制度、さらには規制、政策そのもの、こういったものが適切なのかどうかということについても議論できる場だというふうに理解しております。今日もそうですけれども、今後もしこの場で議論させていただく機会があれば、そうした観点から質問させていただきたいというふうに思います。しかしやっぱりこういった分野は本来であれば各論が非常に面白いんだと思いますし、各論を議論するからこそ行政を一歩でも二歩でも前に進めていく、その原動力になるんだというふうに思いますけれども、今日は初めての質問でございますので、各論ではなくて総論的な立場、こうオーバービューといいますか、国の取り組み全体を俯瞰する観点から質問させていただきたいというふうに思います。まず国の財産、さらには制度規制が適切なものであるかということを確認する意味では会計検査院、さらには総務省の行政評価という組織があるんだと思いますが、そういった部署の指摘を踏まえた上で、さらにはそれ以外の観点も含めて適切に行政改革を進めていくという組織として、従来は規制改革推進会議、さらには行政改革推進会議というものがあったというふうに認識しておりますけれども、昨年の9月に岸田総理、そしてまた河野大臣のイニシアチブの下でデジタル行財政改革会議というのが立ち上がったというふうに理解しております、承知しております。今般デジタルという言葉が加わったその意義、背景についてまず政府の方からご説明いただければと思います。内閣官房デジタル行財政改革会議、吉田事務局審議官。
お答えいたします。デジタル行政改革会議に関しましては、急激な人口減少社会に対応するため、利用者起点で我が国の行財政の在り方を見直して、デジタルを最大限に活用して、公共サービス等の維持強化、それから地域の経済活性化を図り、社会変革の実現を目指すというもので発足したものでございます。西野君。ありがとうございます。この会議のことを初めて聞いたときに、デジタルという切り口で行財政改革を進めていくということは大変素晴らしいことだというふうに思いましたが、一方で、デジタルという言葉が入ってしまったがゆえに、従来進めてきた行財政改革、デジタルとは関係が薄い行財政改革については、ちょっと後退するのではないか、後ろ向きになるのではないかというふうに思いましたけれども、実際はそうではなくて、行財政改革についても排除しない、行財政改革が進めた上で、同時にデジタルという切り口でも、行財政改革を進めていくという組織だというふうに理解しておりますけれども、その理解でよろしいでしょうか。吉田審議官。お答えいたします。デジタル行財政改革の基本的な考え方は、先ほど申し上げた地域を支える公共サービスに関して、システムの統一教育共通化などによって、現場負担を軽減すること、それからデジタルの力も活用したサービスの、質の向上、さらには規制制度の、見直し、またその EBPM の手法も活用した予算事業の負担の見直し、こういったものを基本的な考え方として、掲げているものでございます。委員ご指摘のとおりですね、デジタルと結びつかない、行財政改革を排除するという趣旨ではありませんで、これまでの、取り組みについて、デジタルの力も活用して、より一層進めていくというものでございます。西野君。はい。ありがとうございます。そして今、おっしゃっていただいたように、このデジタル行財政改革の基本方針、柱の、がいくつかありますけれども、その一つが、デジタル基盤の統一化、共通化というものだというふうに思いますが、当然ながら、このデジタル行財政改革を進めるには、国においても、そして自治体においても、デジタル基盤というものを整備していく必要があると思います。しかし、その整備にあたって、無駄な予算が発生するということがあっては、本末転倒だと思います。つまり、行財政改革、無駄を排除するために、デジタル基盤を整備するにもかかわらず、その基盤整備にあたって、さらに無駄が発生するということは、絶対避けなければいけない、国民の皆様方にも申し訳ないことになってしまいますので、避けなくちゃいけないということだと思いますが、例えばベンダーロックイン、最初にシステムを発注するときには、いろんな会社が手を挙げるから、低価格で発注することができる、しかし、更新するとき、どんどん新たなシステムを追加していく場合には、この最初に受注した、発注した会社しか、そのシステムを更新できない、作ることができないということで、どんどん値が上がってしまう、ベンダーロックインの問題も指摘されております。さらには、国と自治体間のシステム、国と自治体間、自治体と自治体の間のシステムを接続する場合に、それぞれのシステムの仕様が違うがゆえに、膨大な予算がかかってしまうと、そういった指摘もございます。こういったことが発生しないように、政府としてどのようなことに取り組んでいるのかということにも、まずはご説明いただきたいと思います。吉田審議官。お答えいたします。今まさにご指摘いただいた点を進めていくために、システムは共通化、そして政策は地方公共団体の創意工夫という最適化された行政を目指すと、それと同時に即時的なデータ取得を可能にして、例えば有事の際に状況把握の支援などを迅速に行うこと、また、コストの可視化等や調達のその、共同化を通じた負担軽減によって、国地方を通じたトータルコストが最小化された行政、こういったものを目指す姿に掲げておりまして、このために共通化すべき業務システムの基準を定めた上で、地方公共団体と協議の上、基準に合致したシステムの共通化を進めていくものとしてございます。以上でございます。西野君。はい、ありがとうございます。今、政府の方でさまざまな自治体の皆さん方と意見交換をしながら、こうした取り組みについての基本方針を定めているというふうに伺っております。ぜひとも、適切な基本方針を定められるようにお願いしたいと思います。それからもう一つの柱がデジタルを活用して低コストで効率的に社会課題を解決しよう、そしてその際、デジタルの活用を阻害している規制、さらには制度があれば、合わせて見直しを進めようというものが、一つ大きな柱として掲げられているというふうに承知しております。漠然と、イメージとしては、我々も
つかむことができるわけでございますけれども、やはり具体的にイメージができないという方もいらっしゃると思いますので、これまでの取り組み、成功事例、いろいろ教えていただければと思います。例えば、今、ライドシェア、交通の分野もそうですし、教育の分野、介護の分野、いろんな分野で、そういった取り組みが進んでいるというふうに承知しておりますので、具体例をいくつか教えていただければと思います。吉田審議官。お答えいたします。個別の分野の検討に関しましては、現場の方々が直面する現実の課題に向き合って解決していくこと、こういったことを進めるために、これまで、合計8回、課題発掘対話と銘打ちまして、ご指摘の、教育、交通、介護、子育てなどの分野ごとに、現場の方々との議論の中で解決すべき課題を把握した上で、関係省庁と連携して改革の取り組みを進めてございます。具体的には、例えば教育では、学校の先生の負担を軽減して、児童・生徒に寄り添った指導ができるように、いわゆるそのギガ端末、そして公務の DX に向けたシステムの都道府県内、広域での共同調達に向けた検討などを進めてございます。また、ご指摘ございました、交通分野におきましては、地域における移動の足の確保のため、地域の自家用車、ドライバーの活用や、自動運転の事業化の加速などに取り組んでいるところでございます。また介護に関しては、今後さらに深刻化が予想される介護人材の不足に対応して、介護の生産性を向上するために、介護の現場におけるロボットや ICT の導入を進めるための、介護報酬改定等の取り組みを進めているところでございます。さらに子育て分野におきましては、さまざまな支援制度、それから手続きが煩雑で分かりにくく、子育て世代の負担になっていると、そういったご指摘もありますことから、プッシュ型の子育て支援の実現に向けた取り組みですとか、里帰り出産などにおける情報連携の仕組みの構築など、母子保健 DX を実現するための取り組みを進めているところでございます。西尾君。ありがとうございました。各論については、各委員会、さらにはまた今後、この委員会で質問する機会があれば、さらに深く議論させていただければというふうに思います。そして、もう一つの柱、三つ目の柱のうちの最後の柱になると思いますけれども、従来の行政事業レビューについて、EBPM の考え方、さらにはデジタルを活用した見える化によってバージョンアップしたものを進めているというふうに伺っております。まず、従来の行政事業レビュー、この意義についてご説明いただきたいと思いますし、それに加えて、今般の新たなデジタル行財政改革によってバージョンアップした部分、これを教えていただければというふうに思います。柴田内閣官房行政改革推進本部事務局次長。お答えいたします。行政事業レビューは政府のすべての予算事業を対象として事業の内容や効果をチェックして、その結果を予算や政策の改善などに反映させる取り組みでございます。行政事業レビューにつきましては、令和5年度から取り組みを抜本的に見直しまして、限られた資源を有効活用し、時代の変化に機動的、柔軟に対応できる行政を実現するため、レビューシートにいわゆる EBPM の考え方を導入いたしまして、例えばその短期、中期、長期のアウトカムをしっかり整理して書いていただくといったことなどを通じまして、予算編成過程でもしっかり活用するということにしております。また今年度からレビューシートシステムを導入いたしまして、この9月には一般に公開を開始すべく、今、準備を進めているところでございます。この中で個々の事業の概要、KPI、支出先などのシート上の情報をすべてデータベース化いたしまして、検索や分析を容易にするといったことなどを通じまして、デジタルを活用した見える化に取り組んでいるところでもございます。引き続き EBPM の考え方をしっかり定着させていくという点に留意しながら取り組んでまいりたいと考えております。西尾君。はい、ありがとうございます。この行政事業レビュー、約5000の事業が対象になっておりまして、その5000の事業の中には当然基金も入るんだと思います。私も役所で予算の査定をさせていただいておりましたときに、基金については大変悩み、苦労が多かったわけでございます。単年度主義の原則に反するという批判もある一方で、やはり柔軟な予算執行するという上では有用な面もあると思います。一方で、ただ使われないまま資金が積み上がっている場合、さらには当初見込んだ政策効果が十分とは言えない場合、さらには執行管理が適正ではない基金については、少なくとも一般論としてはしっかり見直していく必要があるというふうに考えておりますけれども、最近近年の基金に対する行政の考え方について教えていただければと思います。柴田次長。
ご指摘の基金でございますけれども、基金につきましては、昨年の12月に行政改革推進会議で取りまとめました基金の点検見直しの横断的な方針、これにのっとりまして、基金全体について点検見直しを行いまして、その結果を4月のデジタル行財政改革会議に報告をいたしたところでございます。今、委員ご指摘ございました、事業費の支出の状況がどうなっているか、あるいは政策効果が十分に上がっているのか、適正な執行管理がなされているかどうか、こういった点も含めまして、今般の点検見直しにおきましては、作業を進めたところでございます。その結果、例えばですけれども、事業費が支出されず、支出が管理費のみとなっている事業のうち、事業が終了している事業、これにつきましては、すべて令和6年度までに廃止すること、またすべての基金について、定量的な成果目標を設定するとともに、原則として10年以内の期限を設定いたしまして、成果の検証をするサイクルを確立したこと、こういったことに取り組みました。また、さらに事業費の事業見込みの精査等を踏まえまして、所要の金額の国庫納付を求めると、こうしたこともやったところでございます。基金につきましては、社会経済情勢の変化や執行状況などを踏まえまして、その必要性や成果の達成状況、執行見込み等について、普段に点検見直しを行うことが必要であると考えておりまして、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。西尾君。はい、ありがとうございました。デジタル行財政改革について、今、総論的な話をさせていただきました。少し経路が違いますけれども、内閣官房、さらには内閣府の役割分担について、質疑予定しておりました。ホームページを見たところ、やはり組織図としてかなり、なんで複雑な組織図、内閣府も内閣官房もそうでございます。必要性は十分理解できますけれども、こういったところの組織の見直しについても、今後また議論を深めていくことができればありがたいというふうに思います。今日は割愛をさせていただきます。最後になりますけれども、これまでの議論を踏まえて、デジタル行財政改革の加速化に向けて、私の当選同期であります、土田新政務官から意気込みを伺えればと思います。土田内閣府大臣政務官。ご質問ありがとうございます。急激な人口減少社会に対応するために、利用者起点で我が国の行財政の在り方を見直し、そしてデジタルを最大限に活用して、公共サービス等の維持強化と地域経済の活性化を図り、そして社会の変革を実現していくことが必要だと考えております。デジタル行財政改革会議が改革の司令塔としての役割をしっかりと果たして、国地方を通じて一体的かつ強力に改革を推進することで、一人一人の可能性を引き出し、新たな価値と多様な選択肢が生まれる豊かな社会、デジタルの恩恵がどこまでも実現できる社会を目指していきたいと思います。西尾君。はい、ありがとうございました。いろいろ同期ですので、議論させていただきますけれども、意外とやれること多いんですよっつって、やる気満々でございましたので、引き続き、取り組み進めていただければと思います。これで質問終わります。ありがとうございました。